私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を誇りに思っているのだ。たとえ天地がひっくり返ろうとも、七神に対する私の裁きを止めることはできない。そよ風と希望の神は風の体験を得たが、彼もまた審判を受ける必要がある。ほとんどただの酔っ払いで、もう危険性はないと。まずは会ってみなければな。竜の力をすべて取り戻した生き残りとして、たとえ一切の海水が天に逆行させられようとも、私は誓いと責任を果たさなければならない。なる神は雷の体験を勝ち取ったゆえ、戦士の列に名を刻むことになる。ふむ。彼女は今一心浄土に閉じこもっていて、めったに姿を現さないと。では数百年後に会いに行ってみるとしよう。たとえ将来彼女を審判する日が訪れようとも、草木の神が持つ責任感は認めよう。この世に完璧な人間や事柄はほぼ存在し得ない。だが、あの神の系統と寵愛は、責任を担う者が前へと進み続けてきたことを証明している。彼女は約500年もの間、冷遇され続けたと聞いた。彼女が置かれてきた環境は、実に遺憾に思う。私は神々を裁く。これは何者にも変えられない。岩の体験を勝ち取った飢饉の神も、当然ながら裁かれる側だ。もし我らの争いを見たくない者がいたとしても、心配する必要はない。私はまだ、フォンテーヌに居続ける必要がある。その訪れが400年以上先になることだってあり得るだろう。それに最終的な採決が必ずしも武力戦争につながるとは限らない。今こうして彼女の講演はついに幕を閉じた。パフォーマンスとは想像から生み出されるものだが、フリーナはそれをもってして自らの責務を果たしたのだ。臆病な者が狂気を用いて自らを勇敢にする。今まで実にご苦労であった。機会があれば彼女の舞台に拍手を送りたい。うむ。機会ができ次第そうするとしよう。